キャロル・ケニオンはイギリスのシンガーである。彼女はヘブン17のヒット曲テンプテーションのボーカルで最もよく知られている。これは1983年の英国シングルチャートで2位に達した。1992年にはブラザーズ・イン・リズムのリミックスで再リリースされ、再びキャロルのボーカルをフィーチャーした曲が4位となった。 ポールハードキャッスルの1986年に8位を記録したヒット曲 Don't Waste My Time でもフィーチャーされている。様々な有名アーティストによる数多くのアルバムやシングルのセッションボーカリストとしてまた多数のコンサート参加で主に知られているが、ケニオンはソロアーティストとしていくつかのシングルもリリースしている。彼女の最初のシングルは1984年に A&D M レコードからリリースされた、ウォーリアー・ウーマンであった。彼女の初期のパフォーマンスは、ナショナル・ユース・ジャズ・オーケストラのメンバーとしてであった。彼女はまた、ゴー・ウエスト、デュラン・デュラン、カイリー・ミノーグ、マイク・オールド・フィールド、ジョン・アンド・バン・ゲリス、ペット・ショップ・ボーイズ、ゲイリー・ムーア、デキシーズ・ミット・ナイト・ランナーズ、ピンク・フロイド、トミー・ショー、ロジャー・ウォーターズ、モリシー・ミューレン、ティアーズ・フォー・フィアーズ、 ラピノ・ブラザーズ、ポール・ハード・キャッスル、ウルトラボックス、バン・モリソンとも歌っている。1993年、ケニオンは、アガサ・クリスティの小説、エルキュール・ポアロシリーズの、TV ドラマ、名探偵、ポアロのエピソード、黄色いアイリスにデビット・スーシェと共に登場した。ありがとうございます。